こんにちは、今日はキセルを吸いながら、太鼓を叩く新しい方法ですね。でキセルっていうのはね、こういうちっちゃいのに元来こうやって吸うものなんですけど、僕が発明したこれは、ワンプッシュでタバコとかね、キセルとか、ここにいろんな葉っぱが詰めれます。キセルも詰めれるし、あとシガレットもさせます。でさ、シガリ色とかね、最後まで吸ったらこれで、ピュッて出すわけですね。で、これはキセルの葉っぱが入っているのと、これは灰皿ですね。灰皿です。キセルの葉っぱね、まあ、人によって好み、その葉っぱの好みがありますけど、こうやって詰めてあんまりギュギュしなくて、こうやって浮いた感じでね、こうやって入れてもらえば、で最後まで燃やしてはいけないんですね。2、3分したらもうポイって捨てる感じですね。キセルはね、2、3服したら終わりなんですよ。これね、日本が発祥で、日本だけですよね。葉巻やね、パイプは結構持つじゃないですか。30分とか1時間、2時間。キセルは2、3服で終わりですよ。すごく美味しいですね。利休なんかは、お茶会をやってキセルを飲んで、でまた食事会をやってキセルを飲んで、でまたお茶会やってキセルを飲んで、でその間にキセルは必ずあったわけですね。でキセルっていうのは最後まで燃やしちゃいけないんで、最後少し燃えてるんですね。で燃えてるから灰皿に落とすとずっと燃えてる煙が出ちゃうんで、こうやって酸欠にするのがいいんです。こうやってプッシュでね、でこうやって酸欠にしますね。そうですね。ちなみにこのカバンはウォータープルーフです。水につけても水が入っていきません。だけど革製ですね。これは、まあ、バイカーとかアウトドアとかそういう時を意識して、作りました。でこれはバチですね。バチのケース、バチもこうやって曲がってます。これ新しく作った太鼓ですね。ここにマイクがついてます、ね、コンデンサーマイクつけます。これですね。まずマイクを通してない音ですね。マイクを通してない音。じゃ今度マイクを、真空管でドライブしてますね。曲がってるっていうのはこれ 倍速のテンポで叩ける。
でできました。プリアンプだから、EQ を変えるとね、ボンボンみたいな音がしますね。ではまた。